官、長老政治という悪兵、もう森山幹事長に全部もう言われるがままじゃないかも。森かけ問題、桜を見る会、格差拡大、アベノミクス失敗、コロナ敗戦、安倍菅の9年間を総括する。すごいですね。読んでみようかな。すごいですね。止まらないね。止まらないですね、はい。私こんなにテンション高くて、しかもなんなら怒ってるのって初めてかもしれない、うんうん、いや逆に、いや高市さん、うん、高市総理もちろんね誕生してほしかったですけど、うん、望んでた。ここまで盛り上がっていかせる人、いや高市さん良かったですね。ふわふわしてたかもしれない。いやいいですね。いや大変頑張ってほしいっていう、すごい、うん、それでもう1時間だったかもしれませんが、うん、もう石破逆に本当にもう本当に腕を回してましたから私は本当に。だから岩田さんと、いやあの私見ましたあれ、うんうん、で分かると思って、うん、見てみましたよ。なんなあので、私ずっとニコニコ入れなかったので、はい、新しくアカウントを作りましてね、土曜日も拝聴いたしました、はい、ありがとうございます。と分かる分かると思いながらね、うん、だから高市さん、うん、もうねそもそも総務会長とか舐めてるわけですよ、うんうん、でコバホークに、あー、ね、広報本部長、うん、もうそれ自体舐めてるわけですよ、うんうん、まあ高市さんね受けなくてもいいと思いましたけれども、うん、幹事長とかね、うん、せめて幹事長でしょ。だって党員であなた石破茂よりあなた取ってますよと。だから私その石破に決まった瞬直後は、はい、あじゃあこうどこかねふさわしいね、それこそ幹事長とかね、うん、ふさわしいポストがね高市さんに回ってくることがせめてものあれだななんて思ってたんですよ、はい、でもまあ今冷静に考えれば、うん、これで高市さん例えばゲアしてた時 の安倍さんのようにね、ええ、高市さんこれでいろんなところへねさらにまたこう国民にこう向かってこうお話しできる機会も増えるでしょうし、はい、いやきっと今まで、まあうん、言葉もね行動も言動が縛られてきたわけですよね、うん、もちろん閣内にいたらね自由に発言できませんし、うん、それがその閣議というかそのね縛られて公務に縛られてね、うん、なかなかこうどこにも行けないっていうのが今、うん、フリーハンドといけるわけですから、そうこう、はい、メディアもね、でその高市さんもちろんこう思想はしっかりして、それがなんか名誉男性とかね、まあ私もこの間名誉男性こう受けましたわ、うんね、だけれども本当にチャーミングで明るくて、うん、でお話も当然こう面白いしね、だからこう、うん、なんて言うんだろうな、こうイメージをちょっとこう変えていくことも今後できるんじゃないかなと思って、ね、そうですね、やっぱり閣僚と、ね、ノラとはね違いますから、うんうんうん、高橋さんのこう何でしょう、あんまりこう、うん、そのね優しい部分とか力強い部分だけだとか、うん、チャーミングな部分もね、うん、まあというかまあ非常にこうユーモラスな部分とかもね、うん、そうだ、党員に行った人はね分かってるけどね、うん、そこもちょっとそう党員は分かってるんですよ、うん、この国会議員たちが結局ね分かってないからあれなわけでね、うん、そう、はい、結局だからもう大事です、うん、もうテレビの時代新聞の時代は終わりました、SNS でこの人たち、うん、でなるべくねこう鉄槌を下す、うん、天柱を増やすというのが、うん、いかにこう今この SNS ネットがね、うん、力を見せてやりましょうよという。本当ですよ、はい、いや本当にね許せません、あと麻生さんも良かったですね、麻生さんが、うん、あの自民党であの記念撮影写真撮影の時も、ね、はい、拒否したんですね、拒否しましたよ、まあ、あれは明らかに、うん、もうだからあそこで私安心しました、うん、あ麻生さんはまだこの火を消してないなというのはね、でなんだっけあれをなんか子供じみてるとか言ってるあのアホどもがなんか女性誌でしょ、うん、いいんですよあれで、うん、まあ、そういうのは分かってない人たちなんでね、うんうん、アホどもがね、うん、だから今回の逆に石破にしてはならないというので、次はそれこそね高橋さんと小林孝之さんもそこにね、うんうん、一緒に、ね、コバホークも蹴ったでしょ、はい、あれでね私男をあげたなと思いましたね、はい、うん、でなんならもう茂木さんもね、うん、まあまあそこに入って防衛、うん、増税ゼロだけ主張していればいいので茂木さんは、うん、で麻生さんの元にね、うん、ひっくり返してやりましょうよと、うんうん、そうそうでないとね、なんかもう、うん、でそうね、で私たちはこの横のねつながりとしてね、うん、高市さんとかコバホークとかまあまあこう、まあ、ちゃんとねあの防衛、うん、
増税ゼロって言ってる茂木さんなんかをこう支えながらね励ましていきながらこの保守としての連帯つながりっていうのを切らさずにね、うん、で叩くときは叩くみたいなね、うん、っていう姿勢を続けていけばいいのかなと思いますよね、うんうん、これ麻生さんとこう高市さんがね、うん、そう終わった後にまあ高市さんとしては麻生さんにあ、まあごちゃんありがとうございましたとなるわけですよ、うんうん、次に、ただもうね残念ながらこういう結果になってしまいました、うんはい、で麻生さんのこれねこうまことしやかに言われている噂として、はい、いや高市さんと1年で終わった政権がいくつあると思ってんだと、はいうん、つまり俺も含めてってことですよね、はいはい、麻生政権も含めて、はい、つまり麻生さんは石破がもう1年も持たないと思ってるわけですよ、うん、てか私も思いますね、さすがに衆院で本当はそこでボロボロになってほしいですが、はい、そこでもし例えばね、うん、今もうハードルをめちゃくちゃ下げてると思います。もう自公で過半数取れたらもうギリギリ勝利ラインを引いてると思うんですよ、おそらく、うんうんうん、でそれでなんとか生きながられたとしてもそれでもう参院戦えるのかってなったらもう石破おろしがね、うん、そこからもう始まっていくんで、うん、てかもうすでに私は始めていますし自民党内でももうそれこそ麻生、高市、小葉法区、茂木あたりはもう今もう石破よとなってるわけですよ、うんうん、だからもういつでもこの石破おろしの火種というのはあるわけで、うんうんうん、というところで、うん石破さん来年7月までもうね約7月まで待ってらんないんですけどね、首洗って待ってるようなやつ、ね、いやだから本来であればもうあと1ヶ月で、うん、退陣お願いしますと。なんかもう何発かありそうだもんね。あとはいくらでもあるよ、うん、だってこのもう身体検査とか、うん、もう何今まではっきり言ってだから村上誠一郎にしてもね、まあ、その石破本人にしても、うん、からある種野党議員と同じだったわけですよ、うん、野党議員ってまあそれは文春法も飛ばないじゃないですか、はい、それはこうバリューがありますから、それは、うん、安倍側近とかの方はね、うん、だからこの身体検査もしてなかっただけで、うん、もうボロボロ出てくるでしょ、うん、このあれでしょ、この小里康弘っていうのは俺は女性関係のねなんか若いあれでしょ、なんか女子大生かなんかで一回やられましたよね、はいはいはい、で赤澤亮生、赤澤さんも確かあれだよな、あの平さんと同じタイミングで文春で確かこれ明日出るんじゃないかな、これもあの政治資金の問題だと思います。あこの人も鳥取なんだ。あそうそうそう、赤澤亮生、あと平正明でしょ、平正明もたくさんこれが出てきそうですね、大田区ね、東京これ大田区です、はい、うん、で、岩屋も出てきそうですね、はいはい、これは大分、うん、大分さん区っていう感じですかね。はい、なるほどね。最短狙いましょう。最短狙いましょう、うん、最短宇野宗介、あれ石橋炭山がどれぐらい、石橋炭山が50、60ぐらいですかね。まあでもあれはちょっと、ね、病気なんであれですけど、うんうん、史上最短狙っていきましょう。あそれはでもいいんじゃないですか、うんうん、石橋さん的に、はい、うん、たところであの、ね、ここは週刊誌も頑張っていただいて、うん、でそれを本当に私も平正明を中心としてね狙っていきますんで、そうね、的にしていくんでね、的にね、はい、そりゃそうよ、あんなとんでもないことね、うん、そしてまあ唯一巧妙というか朗報があるとすれば河野太郎が今回完全に終わったということですか、ね、終わりましたね、完全に過去の人になってしまったというのはまあ、うん、ちょっとよかったね、いや相当良かったね、うん、あとまあ小泉進次郎も、うん、今回で総理になるのは5年遅れたんじゃないですか、後ろ倒しになったんじゃないですか、うん、でもいつかなっちゃう、まあ、またタイミングが狙ってるでしょうけれどもね、まあ、ちょっとさすがにボロが出過ぎたかなってなりますよね、うん、うん、あそれでも平塚の人はそれはまあそれはしょうがない、選挙はしょうがない、選挙はしょうがない、ええ、そっか、うん、まあでも河野も相当へこんでる、さすがに、いやもう開き直ってるじゃないですか、開き直ってる、うん、あいやでも本当にね大変な週末でしたね、はい、うん、といったところで、はいはい、で、土曜日はこの、ね、落選リスト、国賊リストですね、はい、石破茂に投票した国会議員リストを元にね、うん、平井浩二さんと、もうねボロクと言ってきますわ。でそれこそあれじゃないですか、あの川村隆史市長がね、愛知1区からね、そうだなので、ね、百田さんの日本保守党もね、うんうん、言ってましたね、そうそうそう、この動き出すというのもね、うんうん、ある種一つの楽しみでもありますし、すね、これからもうね、うん、反石破、うん、
立ち上がりましょう。そうね、だってもう親中美中だらけだから、やっぱりね、日本の国益の、ね、これからどんどんね、損なっていくことがね非常に考えられるし、うん、国防の観点、はい、ね、今もう完全中国、先週の ICBM もそうだけど、なんやかんやね挑発してきて、で親中美中国内閣、うん、いやもうこれ舐められるのね、さらにこう舐められちゃうしね、それはやっぱり平井さんにガンガン言ってもらう、うん、もうね政党の時代じゃないんですよ、うん、もう個人で選ぶ時代、個人の資質で選ぶ時代、はい、だから私が住んでるところも、まあこれ言っちゃ、まあ、なんとなく、まあ、バレちゃいますけど、うん、エリアはあのね進次郎の推薦になってるんですよね、うん、だから結局どっちに入れたのかなっていう感じなんだよな、みたいなのもね見極めていきたいですね、うんうんうん、もう私のところなんて最悪ですよ、ちゃんとしたもう私がね率先してこう投票したいって思うのはね、ええ、誰もいない、あのあれですよね、東京15区は大丈夫ですね、行って大丈夫ですよ、東京15区ってあの自民党があの25歳のあれ公認、あーあれね、あれ左の子だから、いやあれすごいですよね、あれやばいよ、あれあのリトル駒崎でしょ、そうよ、私何回か話聞いたことありますけど、ええ、もうフローレンス駒崎と同じ匂いしかしなかった、うん、だからあれをあの公認ね、うん、してしまう自民党の今のね、うん、そりゃ石破も選ばれるわって感じ、そうで、次酒井夏目は落ちると思うわけ、いや落ちない、いやだって共産が多分応援しないんじゃないかな、うん、また行っちゃう、いや酒井夏目強い、大空くんは負ける、うん、酒井夏目が通る、もうどっちもあれだけど、だから絶望しかないのよ、いやどっちもあれだけど、だから進次郎か、うん、河野かみたいなだけど本当にさ、いや酒井夏目は強い、酒井夏実は負けないです。共産党出してくんじゃない、うん、はい、うん、だからね、その私どっかの SNS で書きましたけど、うん、そう本当にね、なんか若いからとかね、うん、イケメンだからとかね、爽やかだからとかね、うん、もうそんなんで投票しちゃダメよ、うん、いやでも村上誠一郎に投票するよりいやそうだけど、いやいやこの15区に限っても、ね、もちろんね、うん、そうルックスに騙されてはならない、だから進次郎がまさにそうね、そう騙されてはならないけど、そうだから大空に騙されるなって、うんうん、ただやっぱりねルックスも大事だと思いますけどね、だからこうビシッとしてるこの、はい、ね、やっぱりこう顔に出ますから、うんうん、といったところで、はい、はい、今日はもう1時間10分話してしまいました本野さんもねだいぶこう、こう久々てか初めてですよ、何がですか、この水曜ライブが始まってからこんなにこう怒りの感情をあらわにしている、いいですね盛り上がるのはいいことなんだね、はい、で、この概要欄にね、ニコニコ、はい、のね、はい、入会リンクを貼っておりますので、はい、今あれですよ、月初なんで非常にお得ですよ、あの月刊ビルもね、あ持ってきましょうか、10日までに、ごめんなさい、すいません、10日までにあの申し込んでいただいた方はね、25日です、今月は25日発売のね、次号12月をねお届けできるかと思いますんでね、うん、テキストとしてね、そうね、お送りしておりますと、はいはい、今月号もねもうね今テキストとしてお手元にある方もね、はい、多いかと思いますが、高橋さんにねこういただいて、門田さん、はい、亡国の石破小泉、いやもう本当石破小泉は財務省の操り人形、高橋由一さんですね、エセ保守石破、うん、石破茂は中国の片棒を担がされた、いや本当です、これがもう実現、うん、だからある種総裁選は終わっちゃいましたけれども、あもうこの通りに今後石破政権が続いたらなるぞという、うん、ある種こう予測を ね、 そうねしておりますんでね、はい、ぜひ、うん、いかにひどいかというのを読んで、私も読めますよ、はい、とか読んでますよ、うん、だから こ, うこれからもね、こうねこう、うん、見るにはこうグラビアページもこう鹿ですね、可愛いですね、可愛 い, いでこの鹿すらももうね怒ってるっていうもんね、うん、奈良の鹿でしょそれ、な、うん、これは奈良かな、奈良じゃない、あ奈良公園です ね、 ね、はい、ほら散々意地悪されたから今も反撃するらしい、可愛 い, いですね鹿がね、可愛 い, いやっぱ奈良といえばねこの高市さんですけどね、うん、ああ可愛いですね、可愛いですね、鹿がね、まあたくさん見せちゃうね、ちょっとあれなんでね、ネタバレになっちゃうのね、やっぱこういう時は可愛いものね、藤井元気さん、可愛いですね藤井元気さん、はい、すぐに言えなそうだ、
藤井元気さんといえば、はい、そうこれからあのアメリカ大統領選がね、うん、これから本格化していきますけど、そうですね、そこでね藤井さんにはねいろいろとね本当にねいろいろとお聞きしたいと思ってるんで、はい、藤井元気、はい、あ可愛いですねダメですちょっと、ちょっといじってるでしょあでも非常にあの藤井さんはチャーミングな方でね、はいはい、猫好きだって聞いてます。あそうそうそう、私も猫好き、猫、ね、はい、出たところで、はい、そろそろこの怒りのままね土曜日の平井さんとの ね、はい、ライブもぜひお楽しみに、はいはい、平井さんはもう私なんかよりもうさらに怒りがすごいですから、本当、ね、言いたいことたくさん終わりでしょう、ね、やばいと思いますよ、うん、むしろ私が止めに入るぐらいですよと思うの今平井さんおそらくモードに入ってる。そうですね、はい、普段ね、うん、あんなにこう、ええ、ジェントルマンなのにね、ええ、まあ、相当怒ってらっしゃると思います、はい、うん、といったところでね、あの私もこの後こうお酒を飲みながらこのチャットをね見返して全部はい、皆さんあのチェックさせていただいて、まあ毎週のね放送の糧といいますか、うん、こう参考にね、うん、させていただいておりますのでね、はいはい、といったところでまた、はい、私は、土曜日にねまた生放送でお会いしましょう。近藤さんはまた来週ですかね。来週水曜日ですね。はい。はい、ぜひまた来週よろしくお願いします。どうも。おやすみなさい。